3月13日、1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて311円と1000円安、27,832円96銭でした。トピックスは 30.59 ポイント安の2000ポイントと99と 0.99 ということで、2000ポイント付近ということで終えています。日経平均株価としては続落しまして、2万8000円の節目を割り込んで引きました。プライム全体の 89%、 1639銘柄が下落しています。上昇したのは全体の 9%、 171銘柄でしたので、全面安という1日でした。マザーズ指数は 6.35 ポイント安、0.8% の下落でした。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均は先週大きく上げた分をほぼ吐き出すような売り物、週末月曜日と窓を開けてギャップダウンしています。アメリカのシリコンバレーバンクの経営破綻ということで、金融の引き締めが効いてきていると、ビットコインですとかスタートアップに融資しているような会社が経営不振不安に陥るのではないかという連想から今日も売られたようです。ただ今日に関しては FRB ですとかアメリカ財務省などがシリコンバレーバンクの預金者、預金保護をするというニュースも入ってきています。こうしたことから一旦金融のリスクが回避されるんじゃないかと、一旦売り物が出た後一巡して下ひげを伸ばしてなんとか踏みとどまったという今日一日の動きでした。とはいえ先週末の水準から比べると窓を開けて下落しています。国内でも銀行株ですね、みずほフィナンシャルグループ8411が今日は104円と50銭安、4.9% の下落でした。シリコンバレーバンクの経営破綻の影響と、フェドが預金は救済すると言っていますけども、金融の引き締め局面では今までジャブジャブで調達できていて財務基盤があまり強くないようなところは引き締めの逆風をもろに食らいますから、こうしたケースが相次ぐかもしれない、そうした不安感はなかなか払拭しづらいようです。今日は金融関連セクターが大幅安していました。一方で業績関連で2695くら寿司でしょうか、こちらは足元の業績決算が悪かったと評価されたようです。ただし売り一巡後は戻しまして下ひげの長い陽線で置いています。マイナス水準、先週末に比べるとマイナスとはいえ今日のほぼ高値圏で引けました。先週末終値と比べると今日の終値は145円安 4.2% の下落でした。今日の東京市場、アメリカのシリコンバレーバンクの経営破綻問題、フェドが救済するというアナウンスをしていますけども、とりあえずは一旦リスク回避の売り物が先行した格好です。プライム市場の下落銘柄数で言いますと9割近くが下げていますので、ほぼ全面安ではありますが、指数でいうと日経平均で300円程度の下げとなりました。以上、大引けの模様を東証アローズからお伝えしました。